かして誓う？絶対今触られた。今触りましたよね。あ、はい。だから誓いしましたよね。してないよ母さん。実の息子に何言ってんの。ゆきよちゃん、もうなんで痴漢なんてするのよ。母さん声大きいって。っていうか痴漢なんてしてないから。まさかゆきよちゃんにそういう趣味があったなんて。だからやってないって。だってお母さん今お尻触られたもん。俺はやってないから。でも近くにいたのはゆきよちゃんだけだし、本当にお母さんお尻触られたんだから。母さん本当に触られたの？何よ、信じてないの？いやもうその前に息子のことを信じろよ。俺は立ってただけだよ。あ、やだゆきよちゃん、もう お母さんで浴場したの。いやそういう意味じゃなくて、釣り革を持って立ってただけ。あ、お母さんが魅力的なのはわかるけど。ややこしくなっちゃったよ。ゆきよちゃん、痴漢なんてダメよ。だからしてないって。痴漢じゃなくたって他にもその あるでしょ。他に？だからそういう本とか動画を見るとか。いや見ないから。だって俺まだ高校生だし。もう見ないからこういうことするのよ。だからやってないって。じゃあそういう動画を見なさい。動画見るの勧めてくる親初めて聞いたわ。お母さんも一緒に動画探してあげるから。そんなことしなくていいから。あ、やっぱりゆきおちゃんは軸邪魔な。いや嫌いではないけど。てかやっぱりって何。そうよね、お母さんの顔は見えなかったかもしれないけど熟女フェロモンは出ちゃってたわよね。それは知らんけど。あ、まさかお母さんいないとき下着とか勝手に見てないでしょうね。母さん話が飛躍しすぎだよ。ちなみに盗撮もダメよ。わかってるわ。っていうか本当はそういう動画見たことあるし。ほら、やっぱり見てるんじゃない。こんな状況で言いたくなかったわ。仕方ないだろ、思春期の男子なんだから。ってことは動画じゃ我慢できなかったのね。だから痴漢なんかしてないって。わかったわ母さん。いいわよ。え、何が。お母さんで我慢して。ゆきよちゃん、どういうシチュエーションがいいの。後ろから触りたいの。お母さんやめてよ。母親に痴漢相手やってもらう息子がどこにいるんだよ。だって私は相手になってあげないと。ゆきよちゃん誰かにやるでしょ。だから誰にもやらないから。あ、困ったわね。とにかく電車降りようよ。じゃあこれだけはお願い、もう二度としないってお母さんと約束して。もう全然信じてねー。